坂みたいです。すいません。本音トークシリーズ。勝手に始まっちゃいましたけど。これもランダムに出していくんでね、毎週この日っていうのは決まってないんですけど。なぜ再生数が伸びないのに、ね、まさがみちゃんはいろいろなジャンルをしてるのですか、ね、こういう質問結構多いんですよ。ね、まさがみちゃんね。あんたさ、みたいな。ね。例えばあんた、パジェロミニの数字伸びてるやんかって。給与明細の、ね、数字伸びてるやんって。なんでそっちで動画を特化してやっていかないんだって。もしそれを特化していくと、絶対あなたは伸びるはずって結構意見くれるんですけど、いや、残念ながらね、私の方向性の違いで。あ、その、何でもそう、ジャンル絞った方がいいですよね。釣りやったら釣り。ね。まあ、例えば、なんだろう、旅やったら旅。って方、その特化してからやっていく。特化すると、まあ、ファンが、そのジャンルのね、ジャンルファン。ファンがついて、伸びますよ、みたいなね。こういう感じですよ。まあ、これはわかります。わかってて、あえていろいろやってるんです、私。変態でしょ。特化する。ね。ね。これね、実はね、まあ、こう、ジャンルでみんなね、この、例えば、釣りで行きましょうとかね。これ、ゴルフで行きましょうとか、動物動画で行きましょうみたいなことをやっていくんですけど、私の場合は、まさがみちゃんに、特化した動画を上げております。つまり、ウリガスのジャンルじゃなくて、私なんですよ。ね？その方向で言ってんの。だから、私が出てたら、見るっていう、ね、コアな不安。ね。を探す、YouTube やってます。こういう方向性なんです、実は、私は。うん。だから、かっこ悪いとこも見せえの、ね。あかんとこも見せえの。恥かいたお話もしの。で、もう、まさがみちゃんを見せて、コアなファンを使って見てもらおう、みたいな感じですね。だから、一定数回るじゃないですか。でも、それ以上は伸びない。だから、こんだけの一定数のコアのファンしか今のところいてない、みたいなね。だから、動画上げました、みたいなね。コアなファンが、50人ぐらいいてますと。で、その、ジャンルのファンが50人いてて、まあ、100回ぐらい回りますよ、みたいな感じなんですよ。私の場合。だから今、サンダーバードを作ってますよね。ディアゴスイーニ。サンダーバードしか見ない人いてるんですよ。で、前、鉄道模型作ってましたよ。昭和日本鉄道ジオラマだったんですよ。昭和日本鉄道ジオラマしか見ない人いてるんですよ。今ちょっと、忙しくて作れてないけど、今、安土城作り始めましたよね、ディアゴツインの。な、ディアゴツインの安土城だから見てんだよ、と。まさがみ、俺はな、お前を見てるじゃない。安土城を見てるんだ。早くお前作れよ、みたいな。そういう感じね。の、ふわふわ言って、怒られてお叱りを受けてます。どうもすいません。掃除作り始めるんで。って感じでね、実際のジャンルの不安と、私自身の不安が、いや、まあ、イフティヒフティ。だから数字が伸びてないんですよ。だから、これをいかにここに持ち上げてくるかみたいな。まさがみに不安、コアな不安しちゃうかどうか。ここが、まさがみの再生回数の伸びる鍵だと思っております。はい。だから水槽動画、今やってます、水槽動画。水槽動画上げてるじゃないですか。水槽ライブをずっとやってる。これだけ見に来てるんですよ。まさがみなんかどうでもええね。俺は、好きやねん。水槽、アクアリウムが。水槽の中の魚をずっと見るのが好きやねん。ずっと眺めてんのが好きやねん、みたいな人がいてるんですよ。で、私の、あれって、なるべくね、掃除しない方向でやってるんですよ。掃除すると、確実に今までの私のこの長い、このアクアリウム歴、浅いけど長い、の中でね、やっぱね、生命体の寿命が短くなるんですよ。本来ならここまで生きるのに、掃除を頻繁にしたために、ここまで減っちゃうみたいなパターンが多い。
しないと、すぐ死んじゃうんでね、水の、水質が悪化して、死んじゃうんで、適度な、水替え、適度なフィルターを変えるとかね、適度な底の掃除とかはちょくちょくしてて、で、窓は私から見る側だけしか拭かない。それも定期的に、一週間に一回ぐらいかな。毎日拭かないね。うん。だから私の水槽動画でもその、苔がついてる動画とかあるじゃないですか。苔がついてる。あれはね、一週間ごとしかやらないよ、みたいな。でも、エビとかね、苔を食べる魚がいる水槽っていうのはこう食べてくれるんでね、そんな汚れないみたいな感じなんですけど、まあ、どうするんだ、その、ジャンルに特化してない分、うん、回らないんですよ。言われるんですよ。まさみちゃん4000人もおんのにさ、みたいな。あんた全然回らへんやん。100回やん、みたいな。結構意見いい。ダイレクトメールでも来ます。全然あかん。終わってるやん、オワコン。オワコン。って言いますけど、皆さんね、すごい人見すぎ。すごい人見すぎ。すごい人見てる。ね、私、いろんなジャンルを見るんですよ。まあ、ジャンルがぐちゃぐちゃな分ね。ほんならね、だいたいね、言うていいですか。1000分の1から、1万分の1っていう人が圧倒的に多いんですよ。わかります？これ。1万人おんのに、1回しか回ってない人とかいてるんですよ。1000人おんのに1回しか回ってないって。これ、ザラにおる、ザラ。ザラ。ザラにいます。私は超底辺 YouTuber なんで、底辺 YouTuber のことをよく知ってます。その底辺 YouTuber がほとんどなんですよ。で、ごく一部ですよね。こう、ピラミッドみたいになってても、あんまこういうの図形、好きじゃないんですけど、ここの人をみんな見てる。上位 10% の人を中心に見てるんですよね。ここの上位 10% の人たちを見るから、例えばね、だいたい再生回数は10分の1ぐらいですよ、みたいな。まさるみちゃんの場合は、4000人おるんで、あなた400回ぐらい回らなあかんやん、みたいな。あんた、1日ね、400回は回らなダメですよ、と。あ、人動画ね、人動画。人動画400回回らなダメですよ。オワコンですよって言われるけど、いや、始まってないから、オワコンもクソもないんですよ。始まってないか、オワコンも、クソもなくて、最初から終わったコンテンツ。オワコンです。これ、ニコ生時代か言われてます。まさがみはオワコンだと。いきなりオワコンのやつはいないと。ブレイクもしないのに、みたいな。って言われる。まあ、そうですよね。で、私が目指してるのは、一つの動画が400回じゃないんですよ。一日、400回回ったらいいかな、みたいな感じ、今は。4000人いるんでね。10分の1。だから、ね、これね。こんな感じで。1日400回回ったらいい。おかげさんで、だいたいね、500から3000ぐらいかな。だいたい1日500から3000回ぐらい回ってます。おかげさんで。ありがとうございます。おかげさんで。で、ごく稀に、5桁の時もあります。1日の再生、ガー伸びのが。うん、まあ、そんな状態でね、まあ、いろいろずっとやってますけど、こんな感じですよ、私。だから、いろんなジャンルをやってるっていうのは、まさがみがやってるから見せよう、みたいな。だから、例えばね、変面なんか、私めちゃくちゃ下手じゃないですか。変面値始めましたってやってるけど、ね。半年から練習値、レベルですよ。あれからまたね、私は半年から練習して、もう1年練習してる。全然伸びてないから、技術的に。恥ずかしいわ。いうぐらい。でもそれがまさがみなんですよ。だから、まさがみちゃんがやってるから見たろかって話なんですよね。そうなんですよ。まさがみちゃんがやってるから見たろって感じで。変面を見たくて見た人はみんながっかりしてます。高取優也さんを見てくださいと。高取優也さんみたいに頑張ってくださいっていう、よう聞こえと書かれてるでしょ、私。追いつけばっかりだ、そんなもん、私も。今年58ですよ、もう。あと2年経ったら赤いちゃんちゃんこですからね。無理、無理。でも、諦めずに、練習はしてますね。より良いものをね。やっぱり、まさがみちゃんが、もう、変面し、頑張ってると、変面頑張ってると。もう、ちょっとでもこうね、面白おかしく、進化した状態を見せたい。
と思ってるんで。ということで、こんな感じでございます。ということで、今日のね、ちょっと全体的ないろんな質問ね、ダイレクトメールとかコメントでいただいてます。なぜ再生数が伸びないのに、いろんなジャンルをしているのですか？あなたバカなのって言われたんで、いやいやいや、私は、まさかみちゃんのコアなファンを作るために、YouTube をやってます。ファンってね、コアなファンってほんとね、すごいよ。ほんとね、ずっと応援してくれてんのよ。ずっと見てくれてんのよ。それね、耳に痛いことも言いますよ。不安やから、良くなってほしいから。こうやで、こうやでって、もうめっちゃもう耳痛いんですよ。もう耳痛い方ができるほど聞いてるんですけど、みたいな。分かってるけどやめられない、みたいなね。でもそれでもやっぱりずーっと見てくれてる。本当にありがとうございます。本当感謝しております。アンチの方もね、私にずっと意見してくれてる方もいるんですよ。ね。本当にありがとうございます。本当ね。ねえ、やめんなら、アンチこの野郎と言ってるけど、実際はちゃんと受け止めて、ちょっとずつ方向性が多分変わってるの、伝わってると思うんですよ。うん。全く聞いてないわけでね。なるほどなって思うことを結構言ってくれてるんでね。それは本当感謝しております。お手柔らかにお願いします。ということで、こんな感じで、どうしようね。ちょっと、まさがみの本音トークシリーズをちょっとやっておりますけども、どうでしょうか、皆さんもね。皆様のちょっとね、動画に困ったら自分の思ってることをこう動画にするのもいいんじゃないかと思います。それは皆さんも見たら、次の本音トークまで。また会いましょう。まさがみりゅうほでした。